1950年代、マツダの前身である東洋工業の松田恒治社長は、会社と従業員のことを心配していました。そんな中、ドイツの NSU 社がロータリーエンジンの開発に成功したという情報を耳にします。すぐに社長は NSU 社にアポイントメントを取ろうとします。しかし最初は、日本の三輪トラックメーカーとして全く相手にされませんでした。そこで社長はとんでもない行動に出ます。当時の首相やメインバンク頭取、駐日ドイツ大使などを使って NSU 社に連絡させたのです。しかも、その手紙が破天荒な内容だったので、当時を知る元 NSU 社員の間では今でも伝説になっているそうです。なんとか技術発表会の出席を許され、早速 NSU が開発したロータリーエンジンの試作車に乗り込みます。実際にその車は加速力が高く、非常にスムーズでした。この技術をうちでも使えるようにしたい。しかし、そこで提案された技術提携は、到底受け入れられるものではありませんでした。その金額は2億8000万円。従業員8000人分の年収に相当します。社員全員分の給与。社長はかなり悩んだそうです。しかし、その従業員たちの将来のためにと、契約書にサインしたそうです。社長は大きな決意と社員への思い、そしてわずかな希望を持って帰国し、すぐに NSU のロータリーエンジンで車を作らせました。開発陣も期待に胸を膨らませながら運転を開始しました。しかしそれは、全く使い物になりませんでした。高速走行では確かに快適でした。しかし、低速の時は大きく振動しました。あまりの大きさから、電気アンマと呼ばれていました。さらに排気口からは白い煙が出ていました。ガソリンもオイルも、不完全燃焼を起こしていたのです。一般道路を走ることができるものではありませんでした。開発陣はエンジンを恐る恐る分解してみました。中は傷だらけでした。エンジンの壁面には全ての元凶と言っていい悪魔の爪痕が刻まれていたのです。社内でも社長に対して反対意見がたくさん出ました。あんな使えないエンジン、どうするんですか？と。しかし、松田恒治社長には秘策があったのです。あの男なら、きっと何とかしてくれる。その男こそ、山本健一さんだったのです。かつても現状のような時代を乗り越えた。だからきっと今も乗り越えられる。